天津市高彦派連部路地草吹富豪村、姉良三条寮廃所姉良三条寮は、鹿児島県鹿屋市姉良町上名にある、皇族寮。宮内町により、天津市高彦派連部路地草吹富豪村の三笹木に、自乗されている。河合三条、高谷三条寮と合わせて、神代三条と総称される。日本初期に、法二世州の宮市。 元総二日向きアイラ三上領一とあり、演技式に、日向国アイラ三上領彦ハ連部、草吹富豪存在二日、向井国一部二領と一とある。平安時代にはすでに、三笹戸がなかったが、1874年7月10日に、政府は、肝付軍アイラ郷城名村に事情を見た。アイラ三上領は、全国でも、珍しい岩屋の三笹で、 うどの岩屋とも呼ばれており、この岩屋のある山は、宇ど山と呼ばれている。神武天皇の父天神日高彦派連部路地、草吹富豪村と、母玉寄姫命の子領とされていて、この洞窟の中に高さ1.3メートル、周囲5メートルと、高さ0.9メートル、周囲3メートルの底が盤石で覆われている円形の塚が2つあるとされ、この大きな方が、 天津比高彦派連部ロジックサブキ不ソ村の三ぎで、小さな方が玉り姫命の三ぎであると言われている。鹿屋市愛良町の愛良三条寮は、昭和伊勢とも言われ、1935年には昭和天皇が、1962年には皇太子、皇太子妃が参拝している。1936年に建立された昭和天皇の参拝記念碑は、 1938年10月15日の水害で流出したが、1990年に河川整備事業の最中に発見され再び混流された。山寮内には宇土六社権源があったが、1871年の災害により現在地に潜在し、名称も宇土神社に改められている。ありがとうございます。